ネットの中を勢いよく走り回るのは罠にかかったイノシシですこちらは撮影者の様子をじっと伺うイノシシが写っていますこれらの映像が撮影されたのは福岡市西区のノコノ島です人口600人余りのこの島では毎年200頭ほどのイノシシが捕獲されています 農業被害も相次いでいます山間部にある農園ですこちらの地面は掘り起こされているほか隣にある天夏の木は倒されてしまっています野古の島の特産品である天夏イノシシによって木が倒されたり土を掘り返されたりする被害が繰り返されていて農家は頭を抱えています もうこれ多分一週間も経ってないかな一週間も経ってないみかんの木ってだいたい浅いんですよ根がだからこういうふうにやられてしまうと枯れていくような感じみかんがですねイノシシによる被害は年間で1頭にも上るといいます夜赤石さんの農園を撮影した映像です 金属製の柵を乗り越えて、奥にある農園に、イノシシが入っていきます入るとこを塞ぐっていう作業が日々毎日みたいな、でももう諦めました、のこノの島はやっぱり、ほら甘夏が共同出荷なんで、その甘夏だけはね、やっぱり守りたいんですけど。これで 地元の漁師もイノシシの出没に危機感を募らせています島内ではこれまで人的被害は出ていませんが住宅地の近くでもイノシシが出ることから箱穴を仕掛けるなどの対策をとっていますこの学校周辺から住宅地に近いところを僕はメインで罠をかけて最近で、ね、やっぱりちょこちょこあるのがその家庭のゴミ、家庭ゴミ あれを焦ったっていうのが数件パラパラと出てきよう。住民の被害がないために苦情をしようっていうのが目的というかね。地元の公民館ではイノシシが目撃された場所に印をつけたイノシシマップを作成して島民に注意を呼びかけています。十一月はやっぱり多いので、それこそやっぱり気をつけとかなければいけない。だから。 えー、夜とかはあんまり、えー、遅くはあのー、出ないようにするとか、それぞれこう皆さん、気をつけてあると思います一方、名産の柿が収穫期を迎えている福岡県朝倉市でも、ここ数年で増えた野生のイノシシやシカに農家は頭を抱えています。あこんなておられてるんです あ、本当だ、あっちも朝倉市の山間部で柿を栽培している中山一郎さんです。収穫時期を迎え、今週、柿山に入ると枝が10本以上も折れていたといいます。 木の根元や葉についた泥などからイノシシの通り道を見定めます。この日三つの罠を仕掛けましたが中山さんの柿山ではこれまで罠を仕掛けることはなかったと言い,います。うちの父がもう大学生の頃に植えたというだけもう70年ぐらい<ー>この木はですね。あ いや,いやあの 2, 3年前ぐらいからですよや、っぱ水害が去って2年、2年ぐらい経ってからやね水害で山に人が行かんけ、ははそれで増えて、結局、ね、繁殖してはは2017年7月の九州北部豪雨では、朝倉市の広い範囲で土砂崩れが発生。 山間部の道路は寸断され立ち入ることができない場所が今も残っています朝倉市によりますと2017年度にはおよそ700頭だったイノシシの駆除数は2022年度には1000頭を超えていて農作物の被害額も増加傾向となっています 一度に平均で4頭から5頭の子供を産む繁殖力旺盛なイノシシ。野生鳥獣の生態に詳しい和田光雄さんは、きちんと対策を取らなければ問題は解決しないと話します。朝これ吐きを見ますと、結構崩れた跡があります。あれだけ崩れますと、まあ餌場も限られますし、生息も限られますから、 イノシシはもう5月、6月にはもう出産しますよという、これをずっとやるわけですから、取らなければ増えるのは当然の、ことだから増える以上に捕獲するという、その技術がない限りは、解決はしませんね過疎化や農家の高齢化で、耕作放棄地が増える中、拡大しているイノシシの被害。 人間と野生動物がどう共存していくのか、模索が続いています。